ここでですね、まとめてまいりましたグラフィックレコーダーをご紹介していきたいなというふうに思います。すごい長っ。おー、すごい。まず一番最初からじゃあ、はい、スイッチお願いできますか。ちょっとアップで、アップで、はい、まずこう表紙から始まって、はい、で森蔵さんいます、ガス佐藤プレゼントいますっていうですね、始まりまして、はい、でヘルメットを脱いで本音で話し合いましょうというところから始まってきました。でまあ、議事録ですけど、こうグラフィックだと絵でも分かりやすいですし、そして次の、ね、こうページに行きながら、はい、まあ、なぜモータースポーツが好きになったのかというところで、まあ、音、匂い、あの匂いの絵がなんか可愛くていいですけどね。本当ですね。匂いするよっていう、あ、五感を感じるって書いてますね。いいですね、五感を感じる、はい、この絵が何とも言えない、なんか見ましたこれ、匂ってるなっていう感じの顔。これもう T シャツにしたいぐらいですよ ね, ね。でもうなんか車の音がありますとか、はい、うん、非常に分かりやすいですよね、このグラフィックでまとめて、うん、あとまあ話の方はやはりですね、あのツアーに行ったりとか、まずはその会場に来てもらうにはどうしたらいいかみたいな、なんかあの皆さんもこう気になる絵があったらちょっとこういじってもらいながら、ぜひぜひ。いやもうラジコン の, あのリコントローラーが可愛い。昔ながらのコントローラーアップお願いします。割と昭和の感じがします。すごく可愛い。本当にラジコンがあのきっかけで、まあ、片岡さんは、ね、ラジコン出身っていう話もされましたけど、まあ、片岡選手賞金、賞金って書いてある。ちょっと寄れますね、小高選手の賞金500万円のところ。賞金500万、少しずつなんて書いてるんですか。慣れます。そう、少しずつ。慣れます。慣れます。ありがとうございます。これ関係ない。そして、まあ、トークテーマなんですけれども、日本全国に、まあ、あの、こう、なんていうんですかね、イベントを広げていこうみたいなお話にも、ね、うん、なりましたよね。あ、SNS でございます。はい、SNS。SNS といえばね、もう、あの、勝田さんが。また今、フォロワー数、ぐいぐい伸びてますし。はい。でまあ、なんかそれに乗じてね、佐々木さんも、のりさん500回これも増やせと いうことで、いや、はい、でもそうやってやっぱドライバーがこう SNS 盛り上げていくっていうのはファン作りっていうことにやっぱ直接していくことなので、うん、まあ、中島選手も頑張っていただきたいと、はい、これから自分で発信していこうと思います。はい、いう話でございます。ラジオのあれは公開かな。そうですね、ラジオの話も出ましたね。やっぱりこれいいっすよね、僕のところに。ああ、本当ですか。うん、で石浦さんはラジオ聞けるんですよね、チームラジオ。チームラジオ今アナログであれば、あの周波数合わせれば聞いてるファンの方もたくさんいるんですけど、最近デジタルになっちゃって聞けなくなったっていう不満の声もたくさん聞こえてるんで、やっぱファンの人にとってはオンボードとかもリアルタイムで車選べるとかがやっぱ理想の形だと思うんで、まあ、そういうところに最終的には行けたら一番喜ばれるのかなと思います。ファンがずっと聞いてると思ってたら結構無線の喋り方変わるよね。変わります。大島選手どうです、変わりますよ。まあ、ファンもそうですし、まあ、ファンの方々が聞けるってことはライバルチーム全員聞いてるので、トヨタだけじゃなく全メーカーの了承を得て進めていかなきゃいけない話かなと思いますけど、うん、のね、全部聞けちゃうの面白いよね。この方が絶対面白いですね。それで言うとだからもうタイヤの戦略だったり、うん、選んだタイヤがソフトだからハードだからとかもう今言えないじゃないですか、うん、そういうのも言ってもいいと思うんですけど、まあ、それをね、それを知った上でね、結果を見るっていうのも一つの楽しみ方だし、まあ、やっぱ情報量多い方が絶対楽しいですよね。はい、まあ、というわけでですね、あのかなりお話が、まあ、いろんなところに展開してまいりました。このグラフィックレコーダーなんですけれども、もちろん明日もこの議事録として撮っていきたいと思っておりまして、明日またねこの集大成をお見せしようかなというふうにも思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。それではエースタにお返しします。はい、今井さんありがとうございました。ということで今日たくさんの、ね、お話会議にかけさせていただきましたけれども、富士スピードウェイ の,、ね、あの社長もいらっしゃってくださったりとか、一歩二歩三歩進んだなっていう気がするので、ぜひ明日もね、見ていただければと思います。ビースタの、ね、片岡さんもそうですけど、ドライバーの皆さんも今日本当長丁場ありがとうございました。カムイさんから意気込みを伺えたらありがたいです。はい、今日一日でこれだけできるんじゃないっていうことが あったんで、また明日ももっといい案が、出てきたらなと思います。これだけ正直案が出てくると1個2個じゃなくて、もっとこ うまく実現できるんじゃないかなっていう気もするので、まあ、そういう意味でも本当にいいアイデアがあれば欲しいなと思います。それではビースタの片岡さんへつなぎます。はい、もうね今日ここまでもかなりいい話もありましたし、やはりもうかなりファンの皆さんとも距離が近づいてるのかなと思いますし、まあ、コメントでそれを感じられています。我々これ慣れないことをしてるので、まあ、まだまだ足りないところはあるんですけど、もっとよりよくですね、そしてまたドライバーの個性がもっと見られるように頑張っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。